こんにちは、岡崎です。オッケー先生です。今回は中学生の国語教科書、文珠の知恵の時代のあらすじ解説漢字確認をやっていきたいと思います。みんな、3人よれば文珠の知恵っていうことわざ知ってるかな平凡な3人でもみんなで集まって相談すれば素晴らしい知恵を生み出すことができるっていう意味のことわざです。 この文珠っていうのは、知恵を司る仏様のこと。そんな素晴らしい知恵が生まれるんだよ。こういうふうにこの言こわざでは言ってるんです。でもね、本当にそうかなって作者の北川達夫さんは言ってます。確かに3人で集まったら1つの仕事をするにしても多分早く終わることになるし。 アイディアを出すにしても、一人でアイディア思い浮かべるより、三人でアイディア出した方が、たくさんのアイディアが出てくる。こういうことはあるかもしれません。でもね、そのアイディアって、本当に文珠の知恵って言われるぐらいね、素晴らしい知恵とは限らないんじゃないかな。そのアイディアって、本当にやってみたら、うまくいくかどうか、わからないよね。でも、知恵っていうのはね、物事を正しく処理できる能力のことなの。 つまり、三人のアイディアをね、素晴らしい知恵まで高めるためには、徹底的な検証。これが必要になってくる。こういうふうに作者は主張してます。徹底的な検証。つまりね、みんな一人一人自分が持ってる価値観って違うわけじゃんか。その価値観をね、みんなさらけ出して、ぶつけ合うこと。そして、検証。ね、みんなのアイディア、みんなの考えっていうのは、どうやったら本当にうまくいくことができるかなって、 徹底的に考えて調べていくこと。こういうことが必要になってくるんだよ。つまり、その中では相手の意見、価値観っていうのを尊重する必要が出てくるし、自分とは違う考え方、価値観っていうのを活用していこう。そういう姿勢だって必要なわけ。これって結構難しいことなんだよね。 だってね、みんなよくしちゃうことがね、みんなで相談してるときさ、一人一人の考え方とか価値観とか違う部分あるじゃんか。でもね、その時に本当に自分の価値観と相手の価値観ってぶつけ合って相談してるなかなかそんなことってないよね。ね、相手がなんか自分と違う意見とか価値観とか出してきたときね、それを真っ向から否定したりね、それ自分は違う価値観とか考え方持ってるよみたいな感じで言っちゃったらさ、相手との関係とかもしかして気まずくなるんじゃないかな。 そういう感じで遠慮したりすることってないでもね、そうやって自分と相手の考え方、価値観の違いっていうのを見過ごしていってたら、どの意見が正しいのか、それが検証できないよね。検証。つまり実際に徹底的に調べていく。そういうことを放棄することにつながるの。 わかるよね相手の意見がね、自分の意見と違うからって言って、自分が何も言わなかったらね、それってみんなで話し合ってる意味がないじゃんか。その人を一人で考えたって結局は同じことになっちゃうよね。これじゃあ、三人寄れば、文字の知恵。こういうふうにはならないわけなんです。でもね、かといってね、相手と自分の意見が違うときに、何でもかんでも自分の意見をね、ガン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 相手にぶつける。ぶつけっぱなしでいいっていうわけではないんです。 そこの中にもちゃんと相手の考え方を尊重するとか、受け入れるとか、活用する、こういう姿勢を一人一人持っておかないと、どうなっちゃう決裂しちゃうよね。そうなのじゃあもういいよみたいな感じで決裂しちゃったら、それこそ何も生み出さないよね。三人よれば、文字の知恵、どころか三人ってね、決裂しちゃって何にも生み出さない。こんなことになっちゃうわけ。 こういうふうに考えてみたらね、三人よれば文字の知恵、これかなり難しいことなんだよね。みんなで一緒になって考える。お互いの意見、考え方、価値観っていうのをぶつけ合って、みんなにとって何が大切なことなのか、何が正しいのかってことを一緒に探していくこと、これかなり難しいのよ。でもね、って作者は言ってます。今の時代は、 文字の知恵の時代。どうしてもこれをやっていかないとダメな時代になってきたんだよ。こういうふうに言ってるわけなんです。なんでかっていうとね、まずみんながやってる学校のテストと今現実の社会っていうのを比べてみてください。学校のテストって言ったらね、基本的に一人でやるもんだよね。で、自分が習ったこと、覚えたことっていうのをそのテスト時間中に発揮したらいい。そういうことなんだよね。 まあ答えとかやり方とかっていうのは以前に習ったことあるわけだから頑張ったら自分一人で解決できるような問題それが基本的にテストに出てくるわけなんですところがね社会は違うでしょ学校のテストみたいにね決まった問題習った問題ばっかりが出てくるわけじゃない自分がその問題の答えを知らないばかりじゃなくて周りの人もその問題知らないことの方が多いわけよじゃあねどうやってその問題を解決していくか 一人じゃなくて、みんなで協力し合って、それこそ、三人よれば、文字の知恵のやり方で解決していかなければならない。その時に忘れてはダメなのが、徹底的な検証。ね。自分の意見と相手の意見っていうのを隠さずに、お互いにぶつけ合うこと。そして、相手の意見を尊重して、みんなで活用しよう。ね。他の人の意見をちゃんと活用していこう。そういう姿勢が大事なんだよ。そういうことなんだね。 でね、今の社会は、ますますそういうことが必要になってきてるの。なぜかというとね、一つは科学技術の発達。今の時代って言ったら、新しい技術とか知識っていうのがね、どんどん増殖してる。増えてきてる時代なの。昔はなかった製品とか、昔はなかった技術っていうのが、どんどん開発されていってるんだね。 そうなってくるとね、一人で全部を把握する。ね、理解する。こんなことはできないのよ。どうしてもみんなで話し合っていかなければならない。それが一つ目。で、もう一つは、世界の変化。今の世界っていうのはね、多様な人々、いろんな価値観とか考え方を持ってる人たちと一緒に働いていく、一緒に暮らしていく社会。こういう風になってきてるのよ。 そうするとね、以前は起こらなかったような問題も新しく起こってくるようになるわけ。で、こういう問題をどうやって解決するか。これも一人の知恵だけでは解決するのが難しいわけなんだね。このようにね、現代の社会って言ったらどんどん複雑化してくるから。それがたとえ専門家であったとしても、一人で考えて解決すること、それがもうできなくなってきてるわけ。例えばね、例を出してみると、エネルギー問題ってあるよね。 現代の社会においてこのエネルギーの問題をどういうふうに解決するのか、これはすごく難しくて大きな大切な問題なの。でもね、エネルギーの専門家、例えばね、環境学者とか物理学者とかいるんだけど、そういう人たちだけで解決できるような問題じゃないんだね。このエネルギー問題を解決するためには、政治家とか経済学者とか、他にも企業の人とか、あるいは一般の人々、 こういう人たちも一緒になって考えていかないと解決できない問題なの。つまりね、その時に必要になってくるのが、この3人よれば文字の知恵の精神。みんなの一人一人の価値観、考え方っていうのをしっかり出し合って、その中のもちろん違いはあるんだけれども、その違いっていうのをちゃんと尊重して、で、全員にとって正しいこと、大切なことは何かなって、しっかりと突き止めていこうっていう、そういう姿勢。 それが必要になってくるっていうわけなんです。つまりね、今の時代っていうのは、この文珠の知恵の力、自分の知恵とか経験っていうのと、他人の知恵とか経験っていうのをそれを結びつけて活用していく力、協力して一緒になって考えていこうっていう力、それが必要とされている時代なんですよ。こういうふうに作者は主張しているわけなんです。どうですか今回のお話、わかりましたか考えるってこと、なかなか難しいよね。 今回のお話に興味を持った人以前のこの動画の中でも考えるっていうことに対して解説をしているので興味ある人はこちらも見てください下の説明欄にリンクを貼っておきますでは以上で今回の授業終わりにしたいと思いますいつもいいねコメントありがとうございますこれからも頑張って授業動画を投稿していきたいと思いますので応援のチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた次の授業でお会いいたしましょうさよなら